広島市営地下鉄。広島市営地下鉄は、1960年代から1970年代に、広島県広島市で建設が計画された、鉄道路線。その後、1992年に再度検討された。1960年代、広島市は中四国九州の拠点を目指して、国や県、市で、広島市街地に地下鉄を整備するという構想が持ち上がった。 東京オリンピック前後から大都市では舗装等の道路整備、一般大衆にも購入可能な大衆車の出現、自動車燃料となる石油低価格化などによってモータリゼーションが進み、一方で路面電車において事故が続発したこと、またダイヤの乱れ、遅延、道路渋滞などで都市交通が麻痺したため、路面電車は都市化の邪魔者とされ、東京都、札幌市、仙台市、 横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、福岡市などでは都市内機関交通としての施設を含む路面電車が廃止されていったこの頃よりチン,チン電車イコール不便な田舎町の乗り物といった認識が定着する国は1967年日本で初めての本格的な総合交通計画調査パーソントリップ調査ハを 当時の広島市域と周辺13町の広島都市圏を対象に実施し、国鉄広島駅または紅葉駅から西広島駅間と横川駅東下市間を地下鉄で結び、横川駅で国鉄壁線に、西広島駅で広源宮島線に、広島駅、紅葉駅で国鉄呉線に直通乗り入れする路線が広島市境。 戦前の大広島市復活には必要であるとして、地下鉄建設における補助金を国から交付すると提案した。1970年、国、県、市と商工会議所で構成する、広島都市交通研究会が組織され、向井広市、松田前、広島空港、関音新町、関、横川宇品交換、八賀西広島間を結び、それぞれ国鉄クレセン。 広島電鉄宮島線、国鉄壁線、国鉄芸備線への直通が提案された。1973年、福岡県福岡市の福岡市議会にて、福岡市地下鉄事業計画が議決、西鉄市内線を廃止。当時は、ライバル都市だった広島市は、同年、最終案として、国のッつを修正した、新しい総合交通系、ッつ E を提案。この ハツ委員で提案された計画は、市街地を東西に横断する西広島上谷町、稲荷町対向き用駅間の東西線、約 9.7km と、横川駅上谷町平和大通り稲荷町、広島駅、矢貝駅間のデルタ内を、U 字型に結ぶ小異常線約 8.1km の二路線。季節路線との乗り入れについて新しく、矢貝駅での芸備線との相互直通運転がつけ、 加わった。企画は、A ン地下鉄、現、東京メトロを参考に、最急勾配35パーミル、最小曲線半径200メートル、ホーム有効長170メートルと設定。車両は、近鉄2600系を参考に、冷房装備の20メートルアルミ車、3ドア両開きのセミクロスシート車、定員120人8両編成とした。1985年。 採算が取れる2路線、東西線、路線距離 9.7km 駅数9駅、小井上線、路線距離 8.1km 駅数8駅が、最終的に事業化され、東西線の工事費432.1億円、1km 44.5億円、小井上線の工事費399.9億円、1km 49.4億円、車庫建設費41.4億円、 総計873.4億円、1km49.1 億円が見積もられ、建設を5工区に分け、1994年の全線、開業を目指した。しかし、私鉄や路面電車に愛着ある市民及び、市民団体から強い反対運動が起こり、白紙となった、中、路面電車が完全になくなるわけではなく、江バ線、宇治ナ線、海イ線などは残る予定であった。 また、原爆衝動を走ったチンチン電車は、市民の希望だから、地下鉄は建設させないとされているが、原爆後に最初に開通して、衝動を走った鉄道は、国鉄産業本線である。国鉄は1945年8月6日正午過ぎには、線路上の瓦礫を撤去し、国鉄広島駅国鉄最上駅間を、ピストン運行して被災者を最上方面に避難させた。 その3日後になる広電は、濃い電停に支間町電停間で折り返し、運転を開始。1992年、広島市公共交通施設長期計画策定委員会が、新計画として、路面には、広電本線を残しつつ、広電宮島線が乗り入れる、地下線、西広島駅からしない、広島駅を経由しか持つ宿跡地に至る、と、提案、事業費のほとんどは、 広島市の負担するも拒否され白紙。以後、広島市に地下鉄を建設しようという機運は盛り上がらなかった。なお、一部でルフされている。広島市街地は三角州だから地下鉄を建設できないは誤りであり、三角州上に地下鉄を建設した例は多数ある。福岡市街地、中川水系の三角州、大阪市街地、淀川水系の三角州、 名古屋市街地、省内川水系の三角州は、地層が、お奇跡層と呼ばれる平野で、形成年代も若く、地盤が締め固まっておらず、広島市と同じく地下水位も高くて、水分の多い軟弱地盤であるが、昭和の時代には、福岡市営地下鉄、大阪市営地下鉄、名古屋市営地下鉄が建設されている。また、神戸市営地下鉄海岸線も、 六甲山地から南流する妙法寺川、カルモ川の流出土砂及び沿岸流によって運ばれた、氷砂が堆積して形成された神戸海岸の水分が、多い南弱地盤、差し地盤の地下海岸埋め立て地の地下を走っている。仙台市の市街地も、地下水位が高くて、水分の多い南弱地盤であるが、仙台市地下鉄及び JR 仙石線の地下線が、建設されている。 国鉄山陽本線、呉線、紅葉駅公駅の一部降下化、船越町、海田町、矢野町付近及び、呉線公駅まで伏線化。壁線、横川駅古市橋駅の降下化、伏線化。芸備線、広島駅下深川駅の電化、伏線化。広電本線、広島駅電停、広電西広島電停は廃止し、広電宮島線を、 西広島駅から地下鉄、東西線乗り入れ、広電家馬線及び、宇品線は、地下鉄、小井城線平和大通り駅に乗り入れる。山陽本線下り及び、呉線は紅葉駅から地下鉄、東西線乗り入れ、山陽本線上りは、西広島駅から地下鉄、東西線乗り入れ。壁線は、横川駅から地下鉄、小井城線乗り入れ、芸備線は、 八が駅から地下鉄、小井城線乗り入れ。また、壁線古市橋駅、芸美線、戸坂駅間に、短絡線として、中筋線、途中駅は、中筋駅を設け、地下鉄、小井城線と一体にし、広島環状線にする。クレ線の改良費、概算43.7億円、壁線の改良費、概算35.6億円、芸備線の改良費、 概算41.7億円。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。